はい、どうも、お疲れ様でございます。現在、カルダノエーダがですね、えー、大体40円に行くか行かないかっていうところをうろうろして、まあ、ある意味安定してるわけなんですけども、そんな時にこんな記事が出てまいりました。カルダノはこの価格予測に従って2448%上昇し、6ドルになるんではないかなっていうところですよね。はい、えー、カムザ・ハンザ・ダイフさんっていう方がね、語られております。そんな記事です。 不確実性に満ちた市場において、著名なアナリストの予測が体のトークの潜在的な2448%の高騰を示唆しており、2025年までに6ドルにまで押し上げる可能性を示唆しているため、エイダ愛好家は新たな規模を見つけるかもしれないということですよね。えー、今6ドルですよね。今だから1ドルにもなってない3分の1ドルぐらいですから、4分の1とかだからこれが6ドルになると、それはとてつもないことになりますよね。まあ今ね、 例えば、あの、100万円持っているその金額が、えっと、2400万になるってことですか。すごいでしょこれが。うん。だから、体の枝のホルダーとしてはちょっと見逃せないニュースじゃないですか。で、ニュースってのが2023年の12月10日木曜日っていうちょっとおかしな時間帯にクレジットされてるんで、うん、ちょっとね、この辺が不可解だなと思うんですけども、どうなんでしょうね。で、 面積事故はあります。まあ、この記事ってのは、この記事を書いた人が個人的に考えてるもんだから、市場の予測ですとか何らかの保証するもんでありませんよってことで、こんなこと言われなくても当たり前ですよね。<laughs> で、カルダノの最近の価格下落の最中エーダ愛好家は著名なアナリスト、マリ・マルティネス氏の大胆な予測に慰めを見つけるかもしれないと。カルダノの現在の市場動向を分析して、マルティネス氏は人気のあるトークンのコミュニティに、えー、一筋の希望を与えましたと。 最近のツイートでアナリストはカルダノの進行中の統合段階と2018年から2020年の同様の時期と類似点をして比較したということですねだから過去に似たような動きがあるから今後もそうなるんじゃないかなってことですけどもコロナ禍ですとか世界中で出された給付金とかその給付金が行く場を失って暗号通貨に流れたっていう背景がここには入ってませんからねだから単純にそう考えていいものかな っていいう,うには思いますただしこういうふうに体にとっていいニュースを流すことによってね体のに興味を持つ方とか実際に体のを買う方っていうのは確実に増えますんでねだからあーこういったいいニュースっていうのはどんどん流すべきだと思います、えー、関連ニュースとしてね体のはさらに下落する可能性があるって書いてますけども下落する可能性なんて別に人に言われなくたってあるよってことですよなんでこんな愚かなね見出しが出てくるんでしょうね 体のはさらに下落する可能性がある。それは当たり前でしょうと。う可能性って言葉つけるんだったら、何にでも責任を取らない発言ができるわけですよ。で、えー、暗号通貨市場の参加者が次に何が起こるかを熱心に待っている一方で、エーダー保有者が少なくとも大幅な成長についてのアイディアを得ていますと。市場は本質的に予測不可能ですが、マルティネス地の分析は確かに体の愛好家に楽観的な理由を与えることができます。だから、分析ってのは、 そうなんですファンの方に安心材料を投げることしかできないんだろうなと思いますよねはい、えー、このカザフ、えー、ハンザダイフさんっていうのはどういう方かっていうと金融アナリストでありトレーダーであり、えー、仮想通貨愛好家ですよねだから私と変わらないですよ別に <laughs> どっかのお墨付きがあるわけじゃないんでねだから個人的な意見というふうに捉えておきましょうえー、ギャムザは証券と金融デリバティブを専門とし、えー、金融と信用の学位を取得して卒業しました うん、ガムザ。この方ですよね。学位を取って試食したってことなんで、私よりはあの格は上ですね。<laughs> えと、銀行業務と資産管理の収支過程も終了しました。彼は経済やフィンテックのトピックを扱うことに携わり、より多くの人に暗号通貨やブロックチェーンについて教育したいと考えているってことですね。だから教育者として一定の責任を持った人がこういうふうなことを言ってますよってことなんで、まあ私がね、ベラベラ言うよりも信用ある人なんだろうなっていうところですよね。はい、皆さんどのように判断するでしょうか。それでは。